はい、皆さんこんにちは。ミツアップスタースターさんの放送です。そしてタイガー桜井です。あの、はじめまして、人権キャラアゲアゲくんです。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ということで、人権キャラアゲアゲくん、にこやかす、なんだろう、人権キャラアゲアゲくん初登場。うんうん、はじめまして。初登場です。はじめまして。マスターコープくんではない。人権キャラアゲアゲです。はじめまして。はじめまして。おうおう。人権キャラアゲアゲくんは今日は、どうして今日急に、はい、いや、はい、スターライトミラージュだった。乙骨ユータ、人権すぎる。人権すぎるこいつ。もっとかないと損。なるほど。まずいってこれ。ダメダメダメ。今回ね、キンキン使ってからもね、はい、思ったんだけどね、はい、こいつ持ってないと損だわ。人権キャラ、完全なる完全なる人権を乙骨ユータ。アジアでしてるな、やっぱ。もうこいついないと、うん、ストレス闇のクエスト。おー。闇のクエスト、光属性だからね、はい、そう、もうこいつがいたらなーって思う時がね、うん、今後ね、めちゃくちゃ増える。見捨ててんな。今後めちゃめちゃ増える。じゃあポイントをちょっと教えてもらっていいですか。ポイント、やっぱり友情コンボ、うん、あ、パワードライブ、パワードライブだけじゃない、ハイクロスティンガーとパワードライブ、はい、この組み合わせが悪魔的。それ、まあ、悪魔的に強い。強すぎる。やばい。去年のトップ友情2つがついて、やっぱダメだよ。確かに。これによってもう別にアビリティとかいい、いい、うん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 、いいの。あの、重力とかね。そうそうそう、いいの。貫通でこれ持っちゃってるのはダメ。人権です。人権ですか。はい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 、先輩、とんでもない。じゃあ、あの、持ってない人はどうすればいい。ガチャ引いた方がいい。はい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 。じゃあガチャ引いた方がいいよ。2月に向けてオーブ食べたりしなくていい。食べなくていい。乙骨ユータに全通。期間短いんだ。だからそれぐらい強いってことだよね。それぐらい強い。うんうんうん。ないよ、いや、持ってないよ。もうマルタ使いません。マルタはね、乙骨ユータ。ネオ引いてアルファ引いちゃったらみんなオープンないんじゃないんですか。ちょっと初めての。やめろ。一瞬ダメだった。悩んでたのか、言おうか。錦鯉みたいになってるけど。これ持ってると困りますか。困ります。やっぱり困っちゃいます。やっぱ幅広くやる人はね、うん、持っといた方がいい。あ、そうか。なんかまあ、うん、ちょっと噛み砕いて話すと、はい、うん、噂が噛み砕く。結構つガチで、結構使ってからガチ評価動画、うんうん、撮ったじゃないですか、うん、我々、うん、で、その後さらに、うん、あの、ご帰宅されて、うん、さらに使い込んで、まあ、近畿が来ましたからね、うん、で、乙骨の動画も宮本さんのチャンネルで2つ上がってるの。いや、人権キャラアゲアゲくんです。あ、人権キャラアゲアゲくんです。人権キャラアゲアゲくんですか。アルファみたいなもん。動画2本撮って、はい、もう変わっちゃった。評価がよりもすごくなっちゃったみたいな。いや、宮坊の動画も見ました。あれ見て感動しました。楽しさ、うん、その結果がこう今に至ってるわけですね。はい、まあ、でも宮坊も強いって言ってたしね、相当。いや、もう超獣劇獣とも同列よ、うん、まあ、そのやっぱネオとかエビスでいうと同列の強さを持っている。はい、それが今スターライトミラージュで 1.2% で引けるから。激アツ？初めての。あ、じゃあスターライトミラージュとはいえ激アツ。はい。おお。もうだからその超獣劇場の副産物とかも考えずに行っていいという。はい。
だそうですね。今とこ使われなそうだな。まあ何とは言ってないからね。はいはい、そうです。まあでもだから今オーブを渋ってる人も、アゲアゲ君からするとやっぱ行った方がいいよと。いうことですね。ゼンツゼンツ。ゼンツですね。まあ2月にそのコラボが来るってなっても、こっち言うとより強いキャラは出ないでやろうという判断ですよね。出ない出ない。うん。これは。でもやっぱ普段のコラボキャラより一回り強いですよ明らかに。まあ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 。貫通の貴重。ああ。貫通の貴重これは。うん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 。確かに。で SS もねすごい面白いものついてますからね。ワンパンしちゃう。うんうんうん。下手したら。下手したら。レーザー全部バー入れば。うんうんうん。弱点当たれば。うんうんうん。ワンパン。ね、味は違うな。全然バレッツもねもらってるし、その後の追撃も強いし。状態異常も効かない。それでかいですね。結構まあ、まあね、俺もまあ強いて言えばやっぱそこなんだ。やっぱそれ持ってるやつってそんなにやっぱいないから。うんうんうん。そもそも。馬場さんは持ってますか？俺はもう自分の放送で散々俺別にいらないっしょって言っちゃった。全ツ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 。困るかな、困るのかな、困るか。俺あんまりケスリーダー持ってる。困ります。困ります。困るか、うん。困っちゃう。困っちゃう。まあもう本当に強い。うんうん、だから当時の五条悟より俺は強いとは思う。ああ、うん、アゲアゲ君もそう思います。これ何、ぶっちゃけ別属性言っても強いの？なんか蝶バラだからね、闇に使いますね、うん、主に主に闇属性のクエストも乙骨先輩が全部ぶちのめしてるとは。乙骨です。どういう答え？これ蝶バランスにする前提ではありますよね。バチバチ前提です。さすがに前提ではありますよね。はい、うん、私これしない手はないですね。はいはい、ああそうか、なるほどね、なるほどね。ダッシュも持ってます。そうだね。なんで急に。そうだよ。足速い、足速い。押しポイントね。はいはいはい。つまり捨て高い。うん、ここでゲットしないと1年以上はゲットできません。まあ1年してるかできるかどうかすら怪しい。おそらくからね。期間限定なのよね。しかも復刻するっていうなんか確証もないというね。そういう意味で結構怖いキャラでは確かにある。うん、という感じで、じゃあババゾンさんまとめていただいていいですか。あれ？これがまとめる。はい。じゃあ何ですか。じゃあアゲアゲ君はその乙骨ユータがやっぱ絶対引いた方がいいっていうことだね。そのぐらい評価してるよってことだね。うん、みんな持っといた方がいいですよというメッセージを我々に伝えてくれたと。はい。うん、っていうことなんですね。まあでも、うん、いい一押しになってると思うよ、うんうん、やっぱ悩んでる人って今もたくさんいると思うんで、うん、光属性最強キャラ。おー、それはあの本当にそう思ってますか。思ってます。それはじゃあそれは本当だ。それはネオ、エビス、乙骨、ネオ、エビス、乙骨。でもそれはね、前のガチ評価の時にも言ってますからね。マジで最強だと思います、それは。まあ、とはいえね、余裕のある方はっていう感じですかね。はい、ゼンツです。はい、ということらしいんで、うん、はい、いや、いい動画だった。うん、うん、俺もちょっと引こうかな。何体持ってますか？2体は欲しい。これは引かねえな。はい、ということで、はい、ってことらしいんで、まあなんか、うん、いやぶっちゃけどうなんだろうなって、引いた方がいいのはどうなのかなって思ってる人は、うん、ちょっとまあアジアリ君のね言葉を信じるか信じないかちょっとあなた次第です、うん、じゃあ参拝キャラサケサケ君も出てくる今後。逆じゃん。まあ友達で人権キャラサゲサゲくんつ
人がいるんですけど、人件費を下げちゃう。人件費逆用とかいるじゃん、ちょっと連れてきましょうか。じゃあちょっとお願いしますね。はい、あ、人権キャラ下げ下げくん、はい、なるほど、人権キャラ下げ下げくん、ね、今度友達でいるんで、あ、まあ、持ち上げられすぎだと、そう、あ、なるほど、っていう人もいるんで、やっぱり、うん、確かに確かに友達なんですけど、そう、じゃあその楽しみだね、うん、じゃあ今度人権キャラ下げ下げくん呼んできます。はい、ということで以上になります。はい、我々メンバー限定放送になってますんでね、あの月末に、あの今回は今月は28日、はい、20時からありますのでぜひご覧くださいということで、じゃあご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ、また来るねー。